イヤホンがあった。なくしたと思ってたのに。しちゃったぜ。デカデカ。うん、どうしよう。デカデカ。デカデカ。これいいね。デカデカ。デカデカ。どうも、ザッチです。デカデカっていうのが何なのかはもう永遠の謎っていうね。皆さんはセグウェイを知っていますか？僕は知りません。セグウェイっていうのはまあこういうやつなんですけども、セグウェイは男の夢かなと思いまして、ちょっと今回はセグウェイを簡単に作っていきたいと思います。はい。家にあるもので簡単に作るシリーズはね、まあ、前回はステッピーっていうおもちゃを作ったんですけども、その動画はもう今非公開にしてるんですけども、今回もちょっと作っていきたいなと思います。素晴らしい。用意するものはこちら。あれ動き消えた、動き消えた、用意するものが消えた。あった、こちら。この作業をするやつ。まあ、こういう感じで使うものなんですけども、これとこちらです。あの掃除のやつ、こういう感じのやつとこれ、まあ足が乗っけられたらこれは何でもいいです。それとあとこれ、この棒ですね。棒もそんな長くなくてもこのくらいの長さでも大丈夫です。これなんてもう完全にチンパ。あとはまあいつも通りのガムテープちゃんでございます。まあこちらで今回はね、ちょっとしたセグウェイを作っていきたいなと思います。作ろう。足、あ、つつ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 つ、ああ、できるかこんなもん。なんだこれ。はい、ということでまだ来ました。もう分かっています、僕はバカです。でも本当に許してくれ。これ本当に勘弁だわ、本当に勘弁だ。昨日もさ動画撮ったんだけど、今日この動画撮る前も動画撮ったんだけど、どっちもボツになった。勘弁してくれ。本当にこの動画だけは出したい。こんなに時間かけてやったんだ。私はセグウェイへと旅立つこと、まずさ乗れないじゃんか。じゃあ行くぜ。3、2、1、行くにし、いけるいける、うわっ、いけるいける、これで進んだらもう俺の大勝利だ。今年一番の時間の無駄。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。